ではね、あの今売れてるやつとかも結構一緒だっただからあのバナナマンのオサムなんかもあのずっと一緒でで修が何ならバナナマンやる前に僕が素人でいろんなライブ出させてもらってる時に「ラ・ママ」っていうところのライブ出るんですよでそこのコーラスラインっていうところ出てそこってあの手上げたら5人ぐらい手を挙げたらもうそこで終わりっていうもうあの形式なんですよねだから僕らあの出番が5番目だったんですけどトップバッターから4番目の人がもう秒殺だったんですよ 出てって、「どうもこんにちはなんとかかんとかでーす」って言ったらババババって手があって「はいそこまで!」って言われて「でわやばいこれどうしよう!」と思って「これ、流れ変えなきゃ!」と思ってほんであの相方に「もう俺も相方も緊張したけどちょっとここ1個冷静になるとちょっと間を作ろう」お客さんに対してで、ってで続いて「じゃあ U ターンですどうぞ!」って言われてちょっと出なかったんですほんでちょっと10秒ぐらい多分出ないでで、僕が一人だけパッと出てって「これからコントらしいコントをお見せします」って言って パっとけたちょっとクスクス笑いが起きたんですよねそれでネタやったら結構ウケて最後まで行って完走したんですよでその時に実は鈴木修が渡辺リーダーの運転手さんやってたんですよ付き人やっててまだコンビ組む前ででそのライブを見てたんですよほんでその時の僕のことをはっきり覚えてるとで急に土出てきて握り拳を客に見せながら「これから今度らしいこと見せてやるから」って言ってはけてったって <laughs> そんなわけないじゃないですか 記憶ってこうも違うんだなと思って。そんな客に喧嘩売って、その後大爆笑としたら、俺大天才だっつって。もう今頃多分ダウンタウン抜いてるよってなって。そうじゃないよっ,って多分,その多分空気がね、重くて流れを変えたいから、そうしたんだわって話して。でもだからその頃から修も僕のこと覚えてくれたりとかしてて。だから結構ね、みんな今こう売れてるけど、繋がってたりとか。